父上。なんだか。久しぶりに見ましたよ、それ。急に呼び止めて申し訳ありません。老子の僧はお前たちに引き継がれなかったな。してなんだと、二人揃って天気の話でもあるのに。皇族たちの行への移送完了しました。父上を排除しようとする奴らも、これで容易に彼らを担ぎ出せなくなります。父上。いや、我が老子の僧を警戒した曹操殿は大した先見の明があられたと思ってな。曹操殿は頓生していた私の才を買い、この義の中枢まで引き上げた。我が野心の危険性等を天秤にかけ、結局は我が能力を取ったのだ。当時の私にはそれが不思議で仕方なかった。そもそも私は曹操殿を裏切ろうなどと微塵も考えていなかったからだ、父上。しかし今の我らの所業はどうだ。この宮廷の実権を握っているのは。なるほど、言われてみればそうですね。曹操殿は曹丕殿という有能な後継者を残した。誤算だったのは曹丕殿が創生したこと。良いかお前たち、この先多くの才ある後継を育てよ。私がおらずとも凡愚がはびこるよう許さぬようにな。はい。兄上、もう起き上がっても大事ない。愚問でした。それ、お似合いですよ。将、引け。我らはもはや後戻りできん。跋扈するボングの排除は義弟の周囲をこそぐだけでは不可能。来たる世の頂く天は我らが築き上げし者となるだろう。だが将、帝位とはすなわち天命。どのように心砕こうと、命捧げようと、我が手に落ちぬ時もある。兄上。将、お前の持てる全てを私にくれ。天下を、芝一族が滑る様を共に実現しようではないか。そういうことなら喜んでお助けしますよ。なあ、二人とも。お前がこうも頼もしく見えるとはな。このような傷を負ったのも無駄ではなかったらしい。行くぞ、我らの頂点を目指して。こんにちは、芝将殿。よう、竜皇子。最近はどう過ごしてる？心安く。時折、
寂しくもなりますが。食が恋しいってわけでもなさそうだがな。そうですね。偉大な先人たち、その志を受け継ぐだけの器を私は生まれ持ってこなかった。それを思い知るたび寂しくなるだけです。そうか。よっしゃ。俺も時々不安になるよ。三国を作り上げた先人の器はあまりに大きい。広く深く、その器の縁はあまりに高い。だが彼らはもういない。その器の中でいつまでも甘えていてはならないんだ。器の深さを知り、その中に満たされた思いを知り、それでもそのすべてを飲み込んでいかねばならない。強いな、あなたは。私にもその強さがあれば。よしてくれ。そしたら俺はお前を切らなくちゃならない。俺もお前も覚悟を決めたはずだ。お前はそれを貫け。俺は天下を一つにする。今年も豊作そうだな。当該様が引いてくださったこの運河がやりがいと生きがいを運んできてくれます。うん。自分はただ地図を眺めて必要と思った場所に建設しただけだ。どんなに偉くなっても筋骨隆々になってもそういうところは相変わらずですな。うん。自分は皆と共に土塁を積み重ね、汗した頃から何も変わらない。今日はそれを確かめに参ったのだが、先に言われてしまえば心の使いも取れるものよ。生徒の方じゃいろいろ大変だって聞いてます。だからここで元気出してくださいよ。そうそう、今日いらっしゃると聞いて皆で宴の準備をしておきました。当該様の好物の豚足もたっぷりありますよ。ああ、それはありがたい。では今宵は豚足片手に昔語りでもするとしよう。でも楽しい。シーシャオ殿、またどこに行ったのかしら。シーシャオ殿。元気か。早かったな。政務を放棄して人の部屋で居眠り、お仕置きが必要のようね。ああ、頼むぜ。部屋に素直ね。最近みんなよそよそしくてつまんねえ。元気だけだ、前と変わらないのは。どんな立場になろうと、師匠殿は師匠殿。こうしてすぐに逃げ出してくるのはいい証拠ね。そうだね。
ているなら少しだけ見逃してあげる。でもまたどこかに行かないようにここで見張っているから。ああ、そりゃ助かるぜ。見れば見るほど妖怪堅固な地だな。あの暗愚な食帝を褒めてやりたい気分だよ。さっさと降伏してくれたおかげでどちらの兵力も温存できた。そして今やその天然の城塞と大軍が我が指揮下にある。準備はできた。早いな。褒美にお前の願いもついでに叶えてやる。それまでは仲良くしようじゃないか。私は自身の才と野心に従う。生ぬるい平和など蹴散らせばいい。そう、世界そのものを掴むであり。しばし殿、私は身に余る事態に震えています。征討大将軍、犬と呼ばれる私が賜るにはあまりに重い役目。果たしてその大役を務められるかどうか。何度言ったらわかるのだ。犬とはこうあるものの意味。諸葛丹、まさにお前のことではない。しばし殿。って兄上なら言うよな。しばしょう殿、あなたという人は。そんなに怒るなよ。確かにふざけすぎた。この通り謝る。いや、そうではない。あなたの中にしばし殿を感じた。それに自分で驚いているのだ。やはりあなたは腐ってもしばし殿の弟。どんなに相性が悪かろうとこれから支えねばならぬ相手なのかもしれん。まあなんつうか、そう言ってくれると助かるぜ。だがあなたが人心の道を踏み外した時は遠慮なく粛清する。それが本来犬としての役目だ。分かった。ぜひそうしてくれ、大将軍。受けたまわった。そなたが加工派か。長旅ご苦労だった。正妻の母君のいとこだというがあまり似ていないな。私もそう思います。ですが母とは似た雰囲気があるようです。顔に似合わない思い切った行動を取るところが。いやいやいや、正妻殿、そこ顔も性格も置いといてくださいよ。俺は俺なりにいろいろ事情があって来たんですから。あなたは義の名門加工一族、その重心が宿敵である我らに下る。相応の理由がなければ裏を読みたくなるものです。いやいやいや、教義殿、そこを難しく考えないでくださいよ。あのまま清掃に巻き込まれて終わりたくなかった。一か八かで職での新しい人生にかけたい。それだけなんです。頼みます。俺を職の将にしてください。必ず役に立ってみせますから。
わかったぞ、加工班。これから皆と一緒に頑張ってほしい。いやー、助かりました。ありがとうございます。新天地で心機一転、生まれ変わった加工中堅をよろしくお願いします。芝居殿。おお、各愛、もう出資して大丈夫なのか。おかげさまを持ちま家族全員息災にございます。そうかならばよかった。芝居殿が私と妻をお許しくださったこと、あの世に参りましても決して忘れませぬ。ご一族子子孫孫に至るまで草葉の陰から見守りますゆえ。それはありがたい。お前が命がけで救った命だ。今まで以上に細君を大切にな。なんとありがたきお言葉。亡き長春家殿も芝居殿のお近くできっと。ありがたくもない。私が恋しいのはあれの作った肉まんだけ。芝居殿にあやかり、この核剥製、これよりも死ぬ気で妻を愛し抜くと誓いましょう。行け。よう、何してんだこんなところで。四条、それはこちらのセリフだ。今お前は執務中のはずだ。ね、バレてたか。行き詰まってついつい新しい昼寝の場所を探してたな。俺の監視なら間に合っている。わざとらしい芝居はやめておけ。監視？何の話だ。とぼけるならそれでいい。昼寝をしたければ馴染みの部屋にでも行くんだな。お前の手、必要以上に汚さないでくれ。このままじゃ感謝だけじゃ足りなくなる。何の話だ。防戦に当たった将はいずれも戦死したようです。それほどの敵に我らだけで太刀打ちできるでしょうか。ああ、敵が機動力を生かし大軍を翻弄するならこちらも精鋭で立ち向かえばいい。秦は大国だ。だからこそ戦い方が型にはまってしまう。それでは勝てない敵がいる。今回の場合はそれだ。兄上、やはりかつての英雄趙雲の再来と言われるだけあります。英雄か。語り継がれる数多の将帝たちは不可能と思われる困難に立ち向かい勝利した。ならば我らも同じように。皆、闘志を燃え上がらせるのだ。文次剣、いざ参る。こんなところに呼び出してごめんなさいね。どうしても
あなたに伝えたい秘密があるの。どうぞ中に入って。はい。さあ召し上がれ。今教えた材料と作り方、忘れてはダメよ。よろしくて。これさえあれば、みんなあなたの思い通り。息子たちをよろしく頼むわね。父上、ご所望の諸問題の書物お持ちしましたわ。父上、まさか父上、父上。取り乱すでない、賢英よ。気持ちよく御水をむさぼっていたというのに、お前のいつものあれで現実に呼び戻されたわ。それはようございました。しかしの、このところの情勢を鑑みるに、義と我が一族の行く末は暗い。それを考え始めると、このままぽっくり行きたくなるわ。まあ、父上でも弱気なことをおっしゃるのですね。ご安心くださいませ。どんなに闇が深かろうとも、いつだってそこには光がありますわ。皆で探せばいいのです、その希望を。ああ、頼んだぞ。父上。